脈なしから脈割りに変えることって可能ですか可能ですね。てか、すべての声は脈なしから始まるんですよ。それが出会った瞬間から脈割りの人もいれば、5ヶ月ぐらい頑張ってアプローチして脈なしから脈割りに変わる人もいるっていうだけの差なんで、全部の声は脈なしから始まってます。出会う前は脈なんてないですからね。いじられるのってどういう意味でいじってるんでしょうかいじってもいい人間だと思われちゃってますね。いじる側って、まあ、いじって気持ち良くなってるんですけど、いじられる側がいじられたいと思ってると思ってるんですよ。なんで いじられるの嫌なんだけどって一回言っとくのは大事です。いきなり切れるとね、なんか向こうとしてもびっくりしちゃうんですよ。え、いじられたいと思ってたんだけどみたいな感じになっちゃうんで、私嫌だ、本当に嫌だってツッコミじゃなくですよ。いじってる側の人って、いじられる人が嫌だっていうのってツッコミだと思ってるんで、本心だと思ってないんで、ツッコミじゃなくて、ちょっと真面目な話していいみたいな。相手がいじってきたタイミングじゃなくて、ちょっと時間を置いてから言いましょう。ちょっと大事な話あるんだけどいい って言って、あ、いいよ、どうしたのっていう同意を取れたら、〇〇ちゃんってさ、〇〇の時に〇〇って言ったりとか、この前も〇〇って言ったりとか、〇〇って言ったりとか、一週間前も〇〇って言ったりとか、私この一週間だけでも4回いじられてるっていう感覚があるんだけど、私いじられたくないんだよねって、ちゃんと事例を並べて言ってください。どれをいじってるってあなたが感じてて嫌なのか。で、ちゃんとさっきも言ったように、真面目な話があるんだけどって前置きを入れて言う。これされたらドキッとしますよ、相手。なんかめちゃめちゃ悪者感を感じるんでね、相手は。これやってください。 それでやってくる人は相当。それいじりじゃなくていじめなんで。でもね。まあ、この質問自体はいじられるっていう質問なんで、今ので絶対解決はします。解決しなかったらそれはいじめです。好きな人に対して少しからかうのはありですか？なしかな？からっ いいい人もいるんですけど9割8分の人はか,らかわななないいい方がうまくいきまくきすすねデディィススみた、ね、やつんでけどテククニックってあるんですよ実は僕は僕うやんないですけど、これはね、高等テクですよ。やめた方がいいです。動画はいつも見てます。同じクラスに少し会話するくらいの女の子がいるんですが、突きバレしててよく目が合う人がいるんですが、そこまで親しいわけではないので、さすがに脈割りではないよなと思うんですが、ヒロシさん的にはどう思いますか脈割りではないと思うんですけど、これ結構ポジティブに捉えていいやつかなと思いますけどね。第一歩は踏み 生み出してるると思いいまますす週間に1回は会話するぐらいのレベルまで、はははままず行っったた方方ががいいいいいいででですすすね LINE も1週間にに回は最低するぐらいの関係にはなった方がいいと思いますでそれでも返信が返ってきたりとか、会話が続くっていうのであれば、で、スキバレしてるんですよね。あなたからの好きっていうのを嫌がってないっていう確認は取れるんですよ。好きを嫌がってないイコール、告白したら OK されるではないんですけど、自分の好きっていう気持ちを受け入れてくれるっていうのは、付き合うのに上て結構第一歩になるので、自信を持ってアプローチしていったらいいんじゃないかなと思います。こっからあなたのいい部分とか、 かっこいい部分とか見えてきたら普通に付き合えるんじゃないですかね。